ガブリエル・アルスティ・セグロラは、スペイン・ビスカヤ県ビルバオ出身のバスクご主人。代表作として1964年の石の国など、フランシスコ・フランコ体制下のバスク語文化の抵抗のシンボルとされる。1933年に、バスク地方のビスカヤ県ビルバオに生まれ、スペイン語環境で育った。 アレスティの父親は両親に対してバスク語で話す環境で育ったが、幼少時のアレスティ自身はバスク語を母語とはしなかった。アレスティは独学でバスク語を習得し、21歳の時にはいくつかの雑誌に寄稿した。アレスティはスペイン語からバスク語への翻訳者でもあり、スペイン人詩人のフェデリコガルシアロルカ、 イギリス人詩人の T.S. エリオット、中世イタリアの詩人のジョバンニー・ボッカッチョなどを翻訳している。下記にはしばしばビスケー湾岸ンンのビスカヤケンエアに滞在したエウスカルサインディアの会員でもあった。1968年以降にエウスカルサインディアが共通バスク語の制定に着手すると1975年に41歳で亡くなるまで制定に携わった。 1969年には、バスク語の出版社であるルールの設立に深く関わり、バスク語の若手作家らに作品発表の機会を与えた。後に、バスク語作家として、初めて、スペイン国民小説賞を受賞する、ベルナルド・アジャーガは、アレスティの講演を聞いて、バスク語作家になることを決意したという。ありがとうございます。